こんにちはゆきえです今回は「おきに」と「ごとに」の違いは何ですかという質問があったのでその違いについてお話ししますこの2つはどちらも間隔を空けるという意味です1年は12ヶ月あります1ヶ月おきにと言ったらこうなります 一ヶ月ごとにと言ったら、こうなります。違いがわかりましたかおきには、その分の間隔を空けることです。二つおきに座ってくださいと言ったら、こうなります。二つ間隔を空けます。二つごとに座ってください。 と言ったら、こうなります。ごとにはそのことのたびにという意味ですではオリンピックで考えてみましょうオリンピックは4年に1回ですオリンピックは4年ごとに行いますオリンピックは 三年おきに行います。2016年にオリンピックしたら、その後、三年間があって、四年目にまたオリンピックをします。そしてまた三年間があって、四年目にまたオリンピックがあります。四年目が来ると、いつもオリンピックがあります。 これは4年ごとにオリンピックがあります。3年間があって次の年にオリンピックがあります。これは3年おきにオリンピックがあります。1週間おきに検査をするので病院に来てください。と言われたら今日がここなら 次に来るのは一週間空けて二週間後に来ます。そしてまたその二週間後に来ます。一週間ごとに検査をするので病院に来てください。と言われた場合は一週間が終わったらまた来ます。そしてまた一週間が終わったら来ます。一週間ごとと言われたら 毎週ということですね。また、起きには数詞につきます。一つ、二つ、一日,日、二日、一週間、二週間など。ごとには数詞の場合じゃなくても使えます。毎食ごとに薬を飲んでください。毎食は数詞ではありません。 毎回食事をするときに薬を飲んでくださいという意味です。彼女は隣のクラスの学生です。1時間目の授業が終わると山本くんに会いに来ます。2時間目の授業が終わったらまた来ます。3時間目、4時間目の後も毎回来ます。彼女は 授業が終わるごとに山本くんに会いに来る。このように、ごとには動詞に接続することもできます。また、ごとには、チームごとに並んでくださいのように使えます。チームごとに並ぶは、チームそれぞれで並ぶという意味です。 ごととににはそれぞれぞいう意味もあります。会社の面接を受けるときには、会社それぞれで面接の仕方が違います。会社ごとに面接の仕方が違います。じゃあ今度は、ごとにとたびにの違いは何ですね。この場合、 隣のクラスの女子学生が授業が終わるたびに山本くんに会いに来ると言っても問題ないです。旅にはごとにと同じで、その時はいつもという時に使います。ただ、旅にの場合は4年のたびにオリンピックがありますと数詞を使って言いません。 牛乳を飲むたびにお腹が痛くなる。旅行のたびに現地の名物の料理を食べる。投資に接続して、この時にはいつもという時には、ごとによりはたびにを使うことが多いです。違いがわかりましたか何かわからないことがあったらコメントで聞いてください。 それでは次の動画でお会いしましょう。リクエストもお待ちしています。最後まで見てくれてありがとうございました。インスタグラム、ツイッター、ウェブサイトもあります。ぜひ見てください。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。